東日本大震災で全てを失った僕がどうやって半年で都会で一軒家を持つことができたのか、その秘密を知りたい人は他にいますか？サッカーにあまり熱心ではなかった少女が再び世界一を目指す。父が語る鮫島彩の原点。兄の影響でサッカーを始める。前回の FIFA 女子ワールドカップで世界一に輝いたなでしこジャパンのメンバーで、今大会でも第2戦のカメルーンで重要なゴールを決めるなどの活躍を見せる鮫島彩選手。彼女は栃木県にある女子サッカーチーム高知 SC ジュベニルの出身で、小学1年生の時からサッカーを始めた。このクラブの代表を務めるの俊博さんは、実は鮫島選手の父親でもある。そんな俊博さんに鮫島選手の少女時代のお話を伺い、彼女の素顔を探った。